フランソワ・ペリエは、フランスの画家、彫刻家である。1648年に設立された、フランスの王立会が彫刻アカデミーの創立時のメンバーの一人である。生贄にされた、イービゲネア・アスイスとの国境に近いポンタルリエに1 5 9 4年、頃生まれた。弟に画家になった、ギョーム・ペリエがいる。父親は、銀細工師で父親から絵を学んだ。 リオンに移り、リオンの画家、ルブランの下で修行した。1624年にローマに移り、イタリア・バロック期を代表する画家のジョバン・イラン・フランコの工房で修行した。サンタンドレア・デ・ラ・バルレ教会の装飾の仕事に加わったとされる。ローマでは、シモン・ブーエアシャルル・メラン、クロード・メランといったフランスの画家と交流した。1629年にフランスに戻り、 ディオンのルブランやジャック・サラザンの下でシャルトリュー教会などの装飾の仕事をした。1630年の初めからパリに移るシモン・ルーへの助手となり、多くの建築の装飾画を手掛けた。シャルル・ルブランやシャルル・アルフォンス・デュ・フレノワを弟子として育てた。1634年か1635年に再びローマに移り、10年間イタリアで働いた。 1645年頃パリに戻り、人気のある画家となり、多くの祭壇画の注文を受け、パリ議事堂などの装飾画も描いた。1648年に結婚した。同じ年に王立絵画彫刻アカデミーの創立時のメンバーの一人となった。ありがとうございます。